ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。はい、どうも。私ヨーロッパ企画で俳優をやっております長野宗則です。 KBS 京都 RNC ラジオ CBC ラジオお聞きの皆様、今週もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、お便りを読ませていただきます。はがきでですね、届いております。ラジオネームてんちゃんアットマーク愛知さんです。こんばんは。4月も終盤に差し掛かってまいりました。新年度になって生活に何か変化はありましたか？私は息子が4月から社会人として働くようになりました。あ、おめでとうございます。大学の4年間も一人暮らしをしていたので特に心配はしていませんが、ゴールデンウィークに帰ってくるそうで会うのが楽しみです。娘も大学3年になれました。きっとまた勉強とバイトと感激劇をよく見られるんですかね、感激に忙しい学生生活になることでしょう。私は特に変わりなく、家事は適当に手を抜いて笑い、仕事と遊びを頑張ります。長野さんが、演出されている、園芸番組のおかげで久しぶりにガーデニングにも力入ってますよ。5月5日ハイタウン行きます。マンスリーゲストの石田さんが頑張って制作中の顔はめで記念写真を撮るのを楽しみにしています。撮ったら Facebook にアップしますというお便りでございました。じゃあ早速ですけど、マンスリーゲストのね、石田さん、登場してもらいましょう。どうぞ石田ゴタさん。ヨーロッパ企画の石田ゴタです。よろしくお願いします。ということで、ね、書きの読み方結構感情込めて読んじゃうんですね。その人になりきる感じで、うん、ですね、なんかその人が書いたその感情にやっぱなんです、ね、うん、ちょっとバカみたいな寄り添って、いやいやいやバカにしてんのかなっていうぐらいのなんか読み方でしたけど、ね、嬉しさ余ってそうなったんですけど、そんなことよりもこの番組スタッフの大俊くんが部屋こいて、はい、ここがくせえな、スタジオがくせえなっていう、いやいや、ハイタウンの顔はめをしてくれると。そうなんです、うん、お便りありましたよ。はい、石田さんがね頑張って作ってるっていう顔はめ、うん、一度はめたら外せないって言われてる顔はめを作ろうかなと思ってるんでね外せないっていう顔はめ、大体思ってると思うんですよ。顔はめしたらなんか、うん、あ、写真撮ってね、なんか、うん、安心して帰るみたいな、なんか楽しんでみたいな、うん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 、そうですよ、 Facebook 上げますっていうね、うん、感じですか。何でもそうやって安全だと思うなよっていう。なるほどなるほど、うん、日本はね、うん、こう本当に今安全な治安もね、うんうんうん、良くてって思われてるかもしれないけども、うん、そうじゃないんだぞっていうところをやっぱこう、うん、ちょっと危険があったりするやつに楽しいんだぞっていう顔はめにしたいなと思って、うん、な、1個だけは、あの顔はめパネルって、あとね、うん、一緒に撮れ写真を撮れる、うんうん、あの UR、うん、ドラマ UR っていうものをやってるじゃないですか、うんうん、はいはいはい、あのウェブでも今見れますよね、見れます、はい、引っ越し先が団地になりましてというタイトルのね、連ドラですよ、はい、あれは団だけという、うんうん、まあ、あのメンバーをヨーロッパ企画が、はい、全員家族、はい、一家族っていうのをやって、はい、大家族を演じてて、はい、で長野さんお父さん役でね、はいはい、で、お母さん役が住田さんなんですよ、ね、男性がね、男性がやってる、うん、で娘、うん、僕長女の役やってたりとか、長女やってるんですね、うん、で諏訪さんも次女の役やってる、はいはいはい、三女かい、うん、次女か、うん、だいたいもうヨーロッパ結構男多いんで、男多いんでね、女装してねカバーしてるんですけど、でも西村さんっていう男が、うん、なぜか、あ、西村さんって女性がなぜか男の役やってたりするんですよね、直太郎っていう役をやって、うん、ちょっとそう意地悪なキャスティングをしてるんですけど、その意地悪、そう、女子いるのに、いるのにね、そこをやんない、女子やってないっていう、うん、その段だけパネルを用意してですね、あ、そうなの、あなたも段だけの一員にパネル、あんだけ家族多いのにまたこう増えて、そう、うん、あなたも段だけの一員に、うん、パレルパネルでパネルとナレルを合わせて、あなたも段だけの一員にパレル、ナレル、一員にパネル、パネル、パレルっていうのを作ろうと思ってます。ナレルパネルじゃなくて、ナレルパネル、まあナレルパネルでいいんですけど、いいんだけども、それをあるんです。それ一緒に等身大のね、段だけさんを用意して、それと一緒にこう釣れるみたいな感じの、はいはいはい、そういうのも用意したりとか、賑やかじゃないですか。垂れ幕ですね。あとバーンとこうでかい垂れ幕をね、今手作りで。うんうん、
本当に文化祭みたいで、うん、でね、あのそのビニールシートを買ってね、でっかいやつ、うん、3メーター、5メーターみたいな、でっかいサイズを、で玄関にバーッと飾るんですけど、うん、それが1枚のね、こう、うん、布を買ったつもりだったんですけど、買ったんですけど、まあ1枚布、届いたやつ1枚の布だったんですけど、うん、ちょうど真ん中にね、うん、なんか継ぎ合わせたラインが入ってて、はいはいはい、最悪なんですよもう最悪です、それが。買うまで分からんもんね。分かる、だって1枚ものって書いてたから買ったんですよ、うん、安かったね、確かに、うんうんうん、やっぱね、3メーター幅っていうのはなかなかないんですよ、ね、うん、目立つ、その結構目立つんじゃないかなあれ嫌なんだよな、うわー、すげえ嫌、そのラインが。このだから、このブロードウェイラジオのリスナーさんは、うん、そういうのを分かって踏まえて見に来てください。見に来て、うん、あ、ラインあんなみたいな、あそこ目をつぶってくださいじゃなくて、もう無理か、それは目つぶってほしいですけど ね、うん、まあ、そんな感じでね。なるほど、まあ、にぎやかに石田君がプロデュースしているハイタウンということですよね。もちろんその、うん、ね、そこはもう入り口とかね、はい、うん、足ね、そこのおもてなしの演出はしてますけれども、もう派手な飾り付けというか文化祭っぽくしてますよ、うん、はい、まあ、各種イベントあって、まあ、我々、ね、うん、ヨーロッパ局俳優陣はコメディーホール、コメディー実験室で、あのコメディーを、ね、8つ上演しますよね。中身が大事ですもん ね、うん、で、まあ、うん、まあ、石田君はコメディー実験室1っていうプログラムでね、はい、スモーコメディーとプレゼンテーションコメディーとやりますけども、はい、長野さんは、コメディー実験室2、はい、チケットがあまり売れてない方の、おめでとうなんですよ僕らのブロックだけへこんでるんですよ、売り上げが、うん、時計コメディと道を尋ねるコメディ、うん、このラジオにもね、はい、ラジオドラマでね、ハートミングストーリーで、ね、そうそう、参加してくれたんですけども、両者とも参加してくれてるんですけど、はいはい、うん、僕はスモーコメディとプレゼンション、はい、どうなんですか、始まってるんでしょ、もう稽古が始まったんですよ、ね、うん、スモーコメディっていうのはキキキキキキキの、はい、うん、多かった、合ってますね、うん、キキキキキキキの、北丸さんという、うね、まあ、ダンサーの方なんですよ、はい、彼女、まあ、京都でダンスカンパニーやってる方なんですけども、うん、その人が、あ、スモーコメディって、まあ、スモーが好きなんですって、うん、で僕の父親が元力士なんですよ。はいはい。そうなんですよ。伊佐を。伊佐、いや伊佐名前いいですけど、ね。名前。石田伊佐をね。なんだっけ。で、しこ名が。しこ名が元伊予波。伊予波ね。まあ、はい、うち愛媛なんで実家が、うんうん、伊予館の伊予に。それで、うん、波っていうのは普通のあのね、波風の波です、うんうん、で伊予波っていう志向の名だったんですけど、うん、もう2年ぐらいでね辞めちゃったんですよ、うん、ただもう怪我して高校中退して、高校の時にスカウトされて、ああ当時バスケットボールやってたんですけど、でかいもんね、体186、7ぐらいあって、すげえ目立つもんね、あの演劇ね、うん、見に来てくれて客席で、今ちょっと縮んで183ぐらいになってるけど縮んで、でもでかいよ、でかいですね、当時186、7ぐらいあって、体重も80とかあったんですかね、うん、でもスモートに入った時は90とか100ぐらいあったんですけど、うん、でそれの話を知ってて、北丸さんがじゃあ今回また相撲好きだしと、うん、で石田君のお父さんその志半ばで挫折したという、うん、そういうドラマチックな一面もあるから、うんうんうん、じゃあで石田さんはそのことあんまり分かってないでしょうみたいな、うん、その父のその無念な思い、うん、それをちょっと私が石田さんに伝えるっていう意味も込めて、うん、石田さんに出てもらいます、で僕が相撲部の部員の役をやります、うん、体ひょろいけど、ね、体ひょろいけど、うん、父の思いを背負って相撲部に入ったっていう設定で、うん、じゃあの回しとか、ま、全員回しにするって言ってましたけど、昨日稽古で結局全員回しの衣装にしようかって、女性もいるんですけど女性も回ししてもらおうかって言ってました、もちろん上はね水着みたいな気分でしょうけど、はい、でダンスでもあるってことですよね、もちろんもあって、で、うん、昨日ダンサーと一緒にね僕稽古して、うん、あの稽古がダンサーチームと、うん、あの演劇チームとで分かれて稽古だったんですよ、はいはいはい、で昨日はダンサーの中に石田さんだけ来てくださいっつって、ダンサーチームと僕の稽古だったんですけど、うん、
本当になんていうかこう劣等感というか自分のこの身体性の低さ、うん、でなんかウォーミングアップみたいなのが最初あるんですけど、それがね、あのね、じゃあリズムを1,2,3,4,5,6,7 10カウント取る、もう1,2なんだみたいな、ちょっとびっくりするんですけどね、1,2,3,4、はいはい、1,2,3,4 しましたけど最終あちょっと馴染めないから、1,2,3,4 で10カウント取って、その間にそれを数えてる隣の人がじゃあ即興で踊ってみたいな、自由に踊ってください、やんなきゃいけない、で僕もそれにじゃあ混じってみたいな、ダンサー4人と一緒に、僕も一緒で10カウント僕最初に数えて、そしたら僕の隣の人がこう自由に踊り始めるんですよ。踊れるんだね。で円になってるから僕最後に回ってくるわけですよ。それ僕見てるんですよ、ずっと最初こう立って、一人がだからあのサッカーのパス回しみたいなのあるじゃないですか、丸囲んでボール回してみたいな、あれサッカー下手な人がボール回ってきたら緊張するじゃないですか、するするする、構え構えどうやってパスしたらいいんだろう、ワンタッチとかやるんだろうかみたいな、すげえ緊張する、あの感じで順番にこう回ってくるんですよ。それかもう待ってる時間が地獄で、よー来た来た、で僕のとこ来た瞬間にもう何やっていいか分かんないから、もうとりあえず変なおじさん、うわそれももう恥ずかしい、やっぱ体に落ちてるダンスといえば、その俺で待ってる間に考えてたんやなっていうのもなんか変なうわあーやろあーやろあーあーなんだよ、あくまでやっぱリズムでとかその即興性とか、うん、もうね、自由にやればいいのに、なんかもうちょっと古い引き出し開けてきてね、古い引き出しして、生実家時間があったもんだから考えちゃったみたいな、で考えた末出てきたのが変なおじさん、テレもあったりして、なんかガードが効いてるな、嫌ですね苦戦してんじゃんか、苦戦したよ、それでも何週間回っていくうちにもう考えもなくなって、自由になって、で解放されていくんやん、あもう、いや本当になるほど、ね、解放されたらでも 10周ぐらいした時ぐらいしたへえ、じゃあ踊りが見れるんだね、じゃあ石田君のスモーコメディーで、あのね結局ねでもね、後半ずっと稽古見てました僕、あの石田さん見といてっつって、あら、うん、踊りは作るのはダンサーに任せて、うん、で結局ねラストにちょろっとだけみんなで踊ろうかなみたいなのあったけど、基本そんな踊らないと思います、舞踊劇になるって言ってました、ほう、だから踊りあって歌あって歌もあってお芝居あってっていう、楽しそうじゃな、そうですそうです、すごい楽しい舞踊劇になるっていう風に言ってました、あそう、はい、僕まだ稽古始まってないんだけど、時計コメディの村上慎太郎くんとは、あの単独取材を受けて、彼からなんか2人で、うん、そう中華食べながら、はいはい、そしたら、演劇書渡されて、うん、これあの裏見てくださいって言って、2016年に書かれてる演劇書なんです、今の演劇論が分かりますってまずそれを渡されて、まあ、読んでくださいうん、いや、うん、今のって、うん、まあ、その人が書いてるから、うん、その著者のね、うん、あれですか、うん、まあまあ2016年から見た演劇史で、うん、そうで、あのなんで一番新しい長野さん、なんで客席に明かりがあるか知ってますか、うるせえなうるせえな、わかんない、言わなかったですか、言わなかったです、うん、なんで客席に明かりがあるのか、あるのかって、うん、そうで、なんで芝居が始まったら客席ライト落ちるか分かりますか、それは全部、うん、あの演劇の成り立ちから、あの紐解いていったら分かるんですみたいなこと、見やすいからじゃなくて、まあ、結局そうかもしれないんだけど、うん、けどそれをまあ難しく論証している本あるんだあるみたいで、うん、で溶け込めてどうすんのみたいな話ようやくいけて、そういう語りが終わって時間かかりますねそこに行って、うん、でまあ早やれよ、まあまあ早しゃべれよ、うん、いやもう村上君言うにはもうお客さんが病んでしまうような劇にしたダメだよダメだやめろっつって、ね、止めてそれ止めなきゃ、病むもう時計のこと気にしだしたら、うん、ね、うん、すごく何、うん、あのビクってなったりするやん、まあ、目覚ましの
音とか、ね、時計刻んでる音とか気にしだしたりとか、うん、時間のこと考えだしたら、うん、そうそう、ちょっとこうわーっとこうパニックになるような、うん、そうそう、だからそれを利用したコメディにしたいって言ってて、けど、やむ劇にしたいって言ってて、その言い方として、うん、でちょっともう、けど僕もあそうかっつって、そうかじゃないですよ、そうかじゃないですよ、そうかって合点面白いよ、合点しちゃったんで、ちょっとコメディなんですよね、でもね、コメディはコメディ、コメディにはコメディですけど、けどまあ一応お客さんには覚悟して来てほしいなとちょっと思ってます。そういう体験もいいですからね、はい、だから石田君のブロックと僕のねプログラムはまた全然毛色が違うぞってことはじゃあ伝えておきますね、はい、はい、ということで、はい、ハイタンお楽しみにしていてください、ではね、当番組のメインコンテンツでありますラジオドラマ行ってみましょう、うん、今週ハードウォーミングストーリーをハイタンに参加する方に書いてもらってるんですけど、今週4月最終週は石田豪太さんに書き下ろしてもらってます、はい、さっきもちょっと話出ましたけど、僕の父親の話をちょっとこう書いてみました、イサオの、はい、イサオ名前いいですけどね、はい、名前別にまあイサオですけど、今力士、元力士だって言ってたんですけど、うん、まあ2年ぐらい諦めて辞めて、うん、そっから後の話なんでっていう感じです、はあ、それでは、はい、どんな物語になってるんでしょうか、開演いたします。両親の馴れ初めを聞いた。昭和47年の秋、愛媛県松山市で自動車整備の仕事をしていた父は、巡回サービスの休憩で立ち寄った宇和郡の営業所で事務の仕事をしていた母と出会った。石田豪太の本当にあったハートウォーミングストーリー、タイトル両親の馴れ初め。本が好きなんですか？はい、僕も本が好きでして。そうですか。父はいつもその営業所でコーヒーを飲み、母は休憩中に必ず本を読んでいた。あ、何を読んでるんですか？水上勉の雁の寺です。あ、僕も読みました。面白いですよね。私の家がお寺なんです。そうですか。この近くですか？はい、宇和町です。石田さんは松山ですか？僕は戸部です。ああ、戸部焼きの。はい、戸部焼きの戸部です。有吉沢子の新作はもう読みましたか？甲骨の人。そう、甲骨の人です。いえ、まだ。本屋で売り切れてまして、今取り寄せてもらっているんです。届いたらお貸ししますよ。読み終わってからでいいですよ。ああ、そうですね。じゃあ読み終わったらすぐお貸しします。ありがとうございます。父は甲骨の人をあっという間に読み終えた。何度か本の貸し借りを繰り返した後、父は母を誘った。僕もお寺が好きでして、遊びに行ってもいいですか？はい、じゃあ明石寺に。ご実家はあの明石寺ですか？あ、いえ、実家は妙法寺という小さなお寺です。ああ、そうですか。じゃあまあ明石寺に。はい、ぜひ。父はいきなり母の実家に行こうとしたらしい。初デートは四国88カ所霊場の一つでもある明石寺だった。通っていた高校がこの近くなんです。そうですか。高校生のデートスポットです。ここしかないんですよ、この辺りは。今度妙法寺にお邪魔してもいいですか？ルリさん、僕とお付き合いしてください。
はい、こちらこそよろしくお願いします。そうして父と母は付き合った。次のデートで母の実家に行き、父はそこでそうめんをご馳走になった。昭和48年の夏のことだ。そして2年後の昭和50年1月15日の成人の日に父と母は結婚した。それが先日電話をして父と母から聞いた2人の馴れ初めだ。ちなみに母は甲骨の人を借りたのか、甲骨の人を読んでいる時に話しかけられたのか、どちらか覚えていなかった。父ははっきり貸したと言っていた。今回は父の記憶を採用した。それが両親の馴れ初めだ。はい、ただいま聞いていただきましたのは石田豪太さんに書いていただきましたハートウォーミングストーリー、両親の馴れ初めでした。キャストの紹介をします。ナレーションを読んでいました、息子の視点でね、石田豪太さんが本人で読んでいただきまして、父伊佐役、私長野宗則、そして母瑠璃役、ヨーロッパ企画の西村直子に演じてもらいました。ありがとうございました。うちの父は加山雄三じゃないんですね。加山けど僕お会いしてるし喋ったこともあるし、加山雄三ではないのは分かってんだけど、けど僕が似せるとね、加山雄三さんを経由しないとたどり着けなかった。一回ジャイアント馬場さん経由して、馬場じゃないんですよ、うちの父親じゃないんですよね。今日でかいんで、あんなにキモくなかったと思うんですよ、告白の言い方。あんなキモくねえんだよな、おそらく。僕とお付き合いしてください。そう。キモかったかどうかルーリーさんにもう一回聞いてほしい。いや、そうですね。ね、父親が告白でキモかったかどうかね。いや、いいじゃないですか。まあちょっとハートウォーミングなのか分かんなかったんですけど、ね、まあちょっともうそのままもう本当にオチも何にもない感じ。電話で聞くの照れくさかったでしょうけど。一回ね、実はね、僕聞いたことあったんです、中学校ぐらいの。ああ、そう。だから大体分かってたんですけど、で改めて、そういえばあれどうだったとかっつって、もうスラスラ父親がね、結構な記憶あって。いやー、それ真剣やっただろうしね、これ勇気も必要だったし。なかなかね、いやこういう感じなんだっていうのは、恋愛結婚なんだっていうのもね、ちょっとこうドキッとするし、その。割と父親がロマンチストな人でね、昔父親が使ってた辞書を家にあって、その本棚にでペラペラこう何気なくめくってたんですよね。そしたらその時に、母親の名前ルリーってね、さっきも言ったルリーっていうところに辞書の赤線が引いてあったんですよ。うわと思って、それ見た時、それ中学校の時だったんで、もう恥ずかしくてしょうがなかったというか、本当になんか両親のセックスを見たら嫌だっていうような思いあるじゃないですか。ああ、まあそれはね、最悪だみたいな気持ち。なるなるなる。あれよりもさらに最悪な気持ちにもなったんですよ。あ、そう。ある意味。けどこれ、恥ずかしい。ルリって花の名前だったりするのかな。花の名前ですね、ルリ。まあルリ色のルリだったりしますけど。ルリ色、あ、ルリ色の名称なんか。ルでもありますし。まあ、ひらがなでルリなんですけど、うちの母は、あ、けどなんか恋文にやっぱそこら辺のなんか ね、いや、辞書から引用して恥ずかしかって、で、なんで赤線引いたのか聞こうかなと思ったんですけど、やっぱあまりにも恥ずかしくて聞けなくて、で、なんかその中学校の時にもの僕父親に何気なく、どうやって付き合ったみたいなのを聞いたんですよ、多分。そしたらこの話を聞いてて、で細部まで細かく今回聞き直したとか、電話、取材で電話取材して、母親にも聞いたらちょっと記憶が違ったっていう。今週はあの最終回じゃないですか、マンスリーゲスト、はい、だからせっかくなんでね、あの石田君ずっと言ってくれた名言酒場にね連れてきたかったんですよ。行きましょう、ね、行ってみましょう。ちょうど見えてきたじゃないですか。見えてきた、はい、看板が、名言酒場、行きますよ。はい、入りますか。ちょっと、やってるかな、これやってるかな、すげえマスターやってる、見よって見よって、はっけおい、マスター、どうもマスターです、よろしくお願いします。どういうことですか、ね、やってないですか、やってなさそうだね、やってなさそうじゃないですか、やってるでしょうよ。
こんな元気でやってなかったらどうしますか、これ。軽いんだな。もうムードもクソもないからさ、もうムードなくなったわ。いや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 、待ってください、いい名言用意してますよ、うん、あ、本当に、はい、もちろん酔いたいですね。酔いたいよ、いいの聞いたでしょ、なれそめのさ。いや、聞きました、うんうん、今回ね、マイさんのお父さんの話ということで、はい、力士と怪我に関する力士じゃないんだけどさ、だってこの話そっち聞いてた、ラジオドラマ聞いてなかった、そっちの名言、膝をここにいたもんね、だからまあシアターの方行ってないもんねそうですね、うん、いやだからもうだってこの時さ、自動車整備の仕事してんだよ、はい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 、うん、で巡回サービス営業所で出会ったっていう、うん、ええええ、そういう話なんだけど、膝を怪我した力士が出会った話いや力士じゃないんじゃないんですか、ああけど膝を引きずってね、出会ってたかもしれないですしね、はいはいはい、そうですよ、うん、じゃあちょっと、はい、まあ、準備してきたんで言わせてください、力士と怪我に関する名言です、はい土俵の怪我は土俵の砂で治していくんですよ。怪我をするたびに休んでいたんでは勝負師にはなれませんね。いや今日まあ僕ら慣れそめの飛んできたからさ、誰のこちら初代若の花、もうそうなの、はい、あ初代の初代の、え土俵の怪我はもう砂、もう砂でだからもうや怪我してすぐ休むんじゃなくて、うん、やりながら直していけと。うわ、ね、昔の本当に昔ながらの感じですよね。昔 の、 昔の人やなっていう、うん、精神論で乗り越えるんですね。精神論で、うん、スポーツ科学じゃない感じだね。な、うん、何のそのみたいな。うん、いやでもいいな、確かに砂で直す。いやけどこれいいね。使えるんじゃない、相撲コメディにね。こういうスモークコーディーの方に使うかもしれないですね。そうですね。マスターありがとう。また来るわ。ありがとうございます。もう来ないわ。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。です。はい、今月いっぱいハイタウン2016に関する話題をたくさんしてまいりましたけども、来週からいよいよ始まります、はい、ハイタウン2016 5月5日木曜日から5月8日日曜日まで、会場は京都の木屋町にあります元立成小学校です。はい、また詳しくはねホームページにもうぎっしりとねプログラムが載ってますんで、詳しく目を通してみてください。お手先の紹介です。この番組では皆さんの質問、ラジオドラマの感想などお便りをお待ちしております。宛先は 46way@yoruppa-kikaku.com、でお願いします。はい、でホームページヨーロッパ企画のねブロードウェイラジオありますから、そちらにもブログがございます。そこにコメント欄ありますね。そちらにコメントをお寄せいただいても大丈夫です。よろしくお願いします。石田さんありがとうございました。あ、もうこれでお別れですね。ちょっとそうなんです、はい。寂しいですよ。毎週来れてたのに。そうなんです。おはい、またなんかね、うん、あったら行きたい、うん。よろしくお願いしますよ。まあ、もうバーももっと連れて行きますよ。ちょっと制限かけちゃったんで。はい、そうですね。はい、そこ、うん、そこ店主変わんないのかな。店主そこ。ですか。そうかもわかんない。あ、わかりました。ちょっとそこ。でも行きたいですけどね。うん、はい、ということでまた、来月は新たなマンスリーゲストに来ていただきますので、はい、どうぞよろしくお願いします。それでは石田さんありがとうございました。ありがとうございました。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオでした。来週もお楽しみに。さよなら。